笑うアルスノトリア。はい、どうもライです。今回ですね、こちらのピックアップガチャ第2弾を引いていこうと思うんですけど、この第2弾でピックアップされているのが、ピカトリックスなんですが、最近スケットの方でですねピカトリックスを使ってみたんですけど、かなり強いことが分かったんですよね。この秘術あるじゃないですか。ダメージを合計2200無効化するバリアが各ペンタグラムに25秒間発生。これがねマジでやばい。一度騎士とね、騎士と戦ったんですよ。遭遇騎士と。その時にまあ助っ人で、ピカトリックスを使ってたんですけど、まあ本当に15秒ぐらいはずっとゼロダメージでしたね。合計で2200なので、まあ、それぐらい耐えれるという感じですね。で、スキルの方が、構え状態に移行、構え中のダメージを1回無効化し、1750% の水属性魔法ダメージで反撃。これもなかなか強いんじゃないかな。しかも10秒か、という感じで、かなり強い。そして、シジルが一応水属性のダメージを 30% 軽減で、味方全体を受けるダメージを 15% 軽減で、かなり強いんですよね。で、排出率としてはまずね、ピカトリックスが、いつもより、出現率がアップしていると。で、他は普通いつも通りという感じですね。まあそうですね、今回ですね一応30連回そうかなと思っております。で、それで、ピカトリックスが出れば、もう万々歳ですよね。まあ、ということで早速引いていきますか。まあ、メンテナンス明けなんで、まあ、止まっちゃったりしたらあれですけど、とりあえず引いていきましょう。で、まあ10連ですね。いきます。まず10連。さあ、一応前回のことを踏まえて、SE もカットっていうか、小さくしてるので多分聞きやすくなってるかなと思います。では行きましょう。さあさあ、確定因数がまだ分かってない状態ですよね。まあ、一応この星3の場合はちょっと飛ばします。これ3になった場合飛ばします。はい、この場合は飛ばします。もう多分ね、星3と星4、星3のあれはもう出てると思うんですよ。シジルは全部出てると思うので、まあ多分全部かぶりですね。お、銀ですね。今はなんだ、持ってないやつ。おお、はい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 。まあ一応前回のね動画の時もこれ2、3個は出たんで。まあということで、ちょっとあれですね、爆死という感じになりますね。まあこれ出たのはまあ良かったかな。ちょっと今10連としては全然ダメでしたね。せめて星5のシジルぐらいは出てほしかったな。まあそうですよ、とりあえず、もう一回いきますか。とりあえずもう一回10連引いてみます。確定因数わかんないんだよな。なんかあるのかな、確定因数がわかればな、こうね、リアクションというかあれできるんですけど、確定因数がまだわからない状態なので。さあ、お、いいね、星4、強すぎる。こっから昇格みたいなのあるのかな。これも結構強い。さあ、お、いいね、いいね、いいね、悪くないよ。さあ、あー、これ結構強いんですよ、真実の人。まあ最近ね、1週間やってみたんですけど、まあ、結構こうサクサクやれるゲームなので、ぜひ、まあ、皆様、まあ、この動画を見た方はぜひ、ダウンロードしてやってみてください。なかなか面白いですね。ダメだな、これはひどい。いや、前回の動画を見てくれた方は分かると思うんですけど、前回結構良かったんですよね、排出率が。まあ、なのでそれと比べるとちょっとね、ひどいですね。もうちょっとこう
良くなってほしかったな。まあまああと20連あ20連あと10連うわこれで出てほしいな。まあ 0.5 ですからね、 0.57。 まあ来てくれると信じてる、頼む。お、ロード長いぞ、来るかこれ。さあまあ確定ないな、わかんないな、来てんのかな、もしかしてどっかで。さあ、まあ、前回の動画も振り返ってみたんですけど、多分確定演出なかったと思うんですよ。お、星4。はいはい、星3ですね。うん、星3。まあこっから多分昇格はないだろうね。星3。お、いいね、昇格してくれたらな、テンション上がるけどな。あ、これもね、思ったより強かったですよ。あの確か全体を 8秒間全体のその 12% 軽減してくれるんですよ、攻撃を。まあそれも結構強いなと思いましたね。で、お、また星4ですね。持ってないの星な、これ。あれ、これどうだったっけ、出た、今出てないんじゃない、初。あれ、あーちょっとキャラ、うお、じゃあ持ってないの、ちょっと待って、ちょ誰誰誰、お、エンキリディオン持ってないですね、マジか。ね、最後の最後に、いやピカトリックスではなかったけど全然ユイよ。軽減されてしまいましたか。これ軽減って言うんだ。仕方ないから私の力を使うことは許しますが、あまりこき使わないでほしいですね。私もプライベートに忙しいですし、仕事は基本やる気ないですから。あの独特なギターですね。ああそうそう、一応師範の一人ですから、わからないことがあったら聞いてくれても結構ですよ。ただし質問は簡潔に5文字くらいでお願いします。そのギターの値段は。はい、ということで来ましたね、星さんですが、延期リード、あの初めてのキャラなので嬉しいですね。うんうんうん、一応、ん？待てよ、ストライカーか、うんうん、ストライカー結局あんま持ってないので良かったですね。うわピカトリックス欲しかったけど、まあでもキャラ出ただけマシですね。うん、まあということでですね、今回30連回してみたんですけど、まあピカトリックスは出なかったけど、星さんの、キャラは1体出ることができました。うん、まあだから一応前回も踏まえてなんですけど、やっぱり闇ガチャではないですね。うん、結構出るっちゃ出るときは出ますね。結果としてはちょっと10連目20連目はあのゴミみたいなガチャでしたけど、まあ30連目でやっというのが出たのでよかったです。まあシジルね、ホチゴチジルは一体も出なかったけど、まあいいでしょう。あ、てか出てんじゃん、ここに延期リリオン。あのね、あと最近もう助っ人見てたら分かるんですけど、ベラムばっか、ベラムばっかですよ、みんな。みんなベラムしかもうあの助っ人にしないんですよ。まあ強いの分かりますよ、自分も欲しいですから。まあという感じで、はい、ということで今回この辺で、うん、まあ、皆さんもね今結構やり込んでる方いらっしゃると思うんですけど、自分も結構やり込んで頑張ろうと思ってるのでよろしくお願いします。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。